はい、始まりました。クリクガチャンネル、クリキリョウトさん今練習中なんですけど、何やってるんですか？何やってるんですか？こういう人の気持ちを知ろうと。多分俺将来こうなるから構えがどちらかというと こういう感じだから、多分将来の80歳ぐらいになったら多分こうやってこうなる。あ、十分じゃない、そんだけ打ててれば。いいんじゃないですか。とりあえずあれっすね、とりあえず後傾したら縦にクラブ使って捕まったドローを打つしかないです。後傾したら T はもうめっちゃ高くT 高くして T こんな、こんぐらい、そう、T 高くしてでもそれやるしかないっすね。でもいけそうですよ、それで。ミケルソンっぽい。ミケルソンっぽいかも。ミケルソンっぽいわ。じゃあドローそれでいいんじゃないですか。今フェーダーじゃないですか。ドローそれで打ったらいいんじゃないですか。どう？いけそう、いけそう。おお、意外といい。どう？意外といいっす。なんか左足めっちゃ、左足めっちゃ動いてる。珍しいっす。なんか良くないですかそれ。飛びそうだけど。結構飛んでる。だってクラブめっちゃ走ってるっす。めっちゃ良くないですか。編み出した。編み出した。編み出したっす。カエルバークションみたいな。カエルバークションみたいな。カエルのバークション。カエルバークション知らないですか。カエルバークション。あれみたいですよ。フィニッシュ。え？カエルっぽい。うん、カエルっぽい。飛びそうっすね、なんか。結構速くない？それいいんじゃないですか、マジで。T こんぐらいして。それ高すぎるけど。猫出てる。機械の猫出てる。なんかこっちの方がしかも簡単そうっすけど。簡単そう。ヘッド振るだけみたいな感じで。これで来年これ、来年それでいきましょう。新人戦マンチ。もう触れないわ。はい、もう触れないということで、今の出たらもう触れない。動画終わります。良い子は真似してね。はい、チャンネル登録をしてください。